引き続きにおきまして、自動車の地震の影響で運転を見合っております。現在、運転を行っておりますのは、上野から取手間となります。長時間ご利用のお客様は、上野駅までご乗車いただき、お取り組みいただきますよう、お願い申し上げます。運転再開は13時ごろとなっております。中継に応じて、検査会、前後する可能性がございますので、ご了承ください。お席のところ、電車を遅れまして、申し訳ございません。はい、皆さんこんにちは。鉄道総合館です。本日は品川駅に来ております。停車中の電車は特急日立11号のいわき行きです。本来品川駅を11時45分に発車する上野駅12時ちょうど発の電車ですけれども、現在も品川駅で運転見合わせとなっております。運転再開は13時ごろを見込んでいると情報が入っております。また停車中の日立11号は柏、土浦、石岡、友部に臨時停車するというふうにアナウンスがございました。ご利用の方はご参考にしてください。で、10番線は11時17分発の、土浦行きの快速電車ですね。こちらがですね、あ、いますね。一応 1159M という形で表示は出ております。多分運転再開すると一番最初に10番線の特急列車、その後向こうの土浦行きが先なのかこっちの土浦行きが先なのかちょっとわかんないですけど、列車番号を確認すればある程度わかるかなと思います。ちょっと現状の品川駅の、常磐線の状況というのをお伝えしております。一応13号の常磐線ご利用のお客様にご案内いたします。常磐線は藤代駅近くの踏切にて自動車が脱輪しております影響、運転を見合わせております。現在運転を行っているのは上野から取手間の常磐線になります。常磐線ご利用のお客様は上野駅までご乗車いただき、お乗り換えいただきますようお願い申し上げます。はい、ということで、上野から取手までは緑の快速電車が約20分に1本運転をしております。でこっち 1161M なんで、あ、まあ多分ですけどこっちの 1159M が一応順番通りであれば発車するのかなという感じですので、順番的には9番線の特急日立11号、そして10番線の快速土浦行き、そして11番線の快速土浦行きの順に、多分発車をするんじゃないかなというふうに予想をしております。日中の時間帯は E531 系はですね、全部品川行き、土浦発品川行きという感じになっておりますけれども、先ほどアプリ確認したところ1本ですね、上野止まりに変更になってました。ホームが埋まっちゃってるんで仕方ないと思うんですけども、常磐線は辻代駅近くの駅にて自動車が立ち入った影響を見合わせております。特急
ご利用のお客様、15分ほどで運転再開できる可能性がございます。現場の状況次第では遅れる可能性がございますので、ご注意ください。15分ほどで運転再開できるかもという放送が、ございました。座席未指定券で一応柏まで特急に乗ろうかなと思ってますので、見ましたが特にアナウンスはないですね。まあ、臨時停車がこの電車確定しておりますけれども、一応横の LED を見る限りは柏とか土浦の表示は、ないというふうになっています。まあ、ここはちょっと変えられないんで仕方ないかなと思います。はい、ということで、品川駅から速報でお伝えいたしました。この動画役立った、いいなと思った方、チャンネル登録、高評価、コメント、ツイッターのフォローよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。運転再開は13時ちょうどを予定しております。お急ぎのところご迷惑をおかけしまして申し訳ございません。発車までしばらくお待ちください。 May I have your attention please? We have made a stop because of a crossing accident between Toride and Fujishiro. We expect to start at 1300.We apologize for the delay. ご乗車ありがとうございます。品川駅11時45分発常磐線特急日立11号いわき行きです。砦藤代間で発生いたしました乗用車脱輪の影響で常磐線は現在運転を見合わせております。現在のところ運転再開見込み13時ごろを見込んでおります。砦藤代間で発生いたしました乗用車脱輪の影響で現在常磐線は運転を見合わせております。現在のところ運転再開は13時ちょうどごろを見込んでおります。運転再開時刻は前後する可能性がございますのでご了承ください。ただいまレッカー車による乗用車の搬出が完了しております。ただいまレッカー車による乗用車の搬出が完了しております。これより設備の点検を行います。新しい情報が入り次第放送にてお知らせいたします。なお本日この列車は柏、土浦、石岡、友部駅に
臨時停車いたします。本日に限りまして、この列車は柏、土浦、石岡、友部駅に臨時停車いたします。この列車品川を出ますと東京、上野、柏、土浦、石岡、友部、水戸、勝田、日立、磯原、泉、湯本、終点いわきの順に停車いたします。本日に限りまして、柏、土浦、石岡、友部駅に臨時停車いたします。ご利用のお客様には大変ご不便ご迷惑をおかけいたします。誠に申し訳ございません。新しい情報入り次第放送にてお知らせいたします。 Attention please passengers, Jovan Line's operation has been stopped due to an accident, a car accident on Jovan Line near Fujishiro Station. A Jovan Line's operation will resume around 1 p.m. We apologize for the inconvenience and thank you for your understandingThese train will stop at Tokyo Station, Shinagawa Station, Tokyo Station, Ueno Station, Kashiwa Station, Tsujiura Station, Ishioka Station, Tomobe Station, Mito Station, Katsuta Station, Hitachi Station, Isohara Station, Izumi Station, Yumoto Station, and finally Iwaki Station.お客様にお知らせいたします。ただいま取手駅と藤代駅の間で踏切事故のため停車中です。運転再開は13時ちょうどを予定しております。お急ぎのところご迷惑をおかけしまして申し訳ございません。発車までしばらくお待ちください。May I have your attention, please? We have made a stop because of a crossing accident between Toride and Fujishiro. We expect to start at 1300. We apologize for the delay. ありがとうございました。Thank you for traveling with us and we look forward to serving you again. 扉が閉まります。駆け込み乗車はおやめください。